1日5模試やります。朝6時から夜11時ぐらいまで年間400模試だとか400 1個やってみようかなって暗証のコツってあるんですね。ハローで始まりました、もちえちゃんです。今回はですね、じゅんさんにお越しいただきましてですね、はい、今回はですね、トイックについて聞きたいと思いますね。最近はもうそんなに受けてないですね。もう年に1回とかですかね。昔でも毎回、はい、毎回受けてました。 IP まで受けてました。そうですね、そうそう、団体受験のやつも受けて、はい、だから年十何回、そうですね、12、3回ですかね受けてたわけですよ。とんでもないトイックマニアだったわけですけど、まあまあまあそうですね、いろいろ、まあ、英検1級の話とか、大学受験の、ね、英語の勉強については前の動画出てますんで、ぜひぜひそっちも見てみてください。で、トイックまず受け始めるきっかけは何だったんですか。思い出しました思い出しましたじゃあいつも話してることがあったんだけど、はい、トイック、そうですね、なんか英語をやりたいなと、ふとそのシステムエンジニアをやっていく中でふと思って、はい、で、トイックの検索をしたんですよね。で、神崎先生のブログにあって、はい、その時そのいろんなブロガーいたんですけど、神崎先生しか知らなかったんですけど、はい、そしたらそのブログに1日5模試やりますって書いてあったから、はい、1日5模試、はい、たまたま多分公式問題集が出て究極の模試っていうのが出た、はい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 、そのタイミングでその2つを一気に神崎先生が解きたかったんですよね。なるほど。で、解きますって書いてあるから、どこでやるんですかってコメントもうドキドキしながら残して、いや僕は自宅でやりますってそれででも一緒に解きますかって言ってくれたから、そんでスカイプつないで朝6時から夜11時ぐらいまで一緒に模試を5個解いたんです。200問を5セット。そうです、そうです。相変わらずとか、もうその頃から吹っ飛んでますねはい、もうその経験が楽しくて、はいはいはい、で、その直前が885点ぐらいだったんですけど、はいはいはい、で、その5模試解いて2ヶ月後ぐらいに970まで上がったんですね。その時はでもそんなに模試を解いたわけじゃなくてパート5ばっかりやってたんですけど、まあ、好きなものをいっぱいやるそうそうそう、大学入試の時の本棚、そのお店の本棚のやつ、はいはい、問題全部買ってもらうみたいな感じだったわけですけど、それとは違いました。どうでした、トイックは大学受験と。ああ、一緒じゃないですか、ね、一緒私にとってはそうですね、1日に5模試もやるとかいうのとかもそうですけど、模試をとにかく韓国からいっぱい買って年間400模試だとか400いくつかはわからないですけど、400セットってことですね、はいはい、400ですね、テスト400、とんでもない数の問題数、うんうん、8万問とかになるんですね確かにそういうのをやってたわけですね。で、会社行きながら平日でも1日2模試をしばらくやってたりとかすごいですね。大体の人が週末にすら人もしやれないとかって言ってるのに、平日仕事行きながら荷もし解いてたって、ぶっ飛んでますね。そんで週末にこう復習をやっていくんですね、間違えたとことか。2日間で10個ぐらい解いて、そうですよね。で、週末に復習と、すごい、模試とともに生きてたわけですね。はい、あ、でもそれはこうインスパイアされたのはハマーさんですね。あ、はいはい、ハマーさんも1日に模試やってますよって言ってたから、それで真似したです。へー、トイック業界のプロレスラーの方ですね。うん、そうですね。はい、で、好きだったんですね、じゃあ。好きだったんです、その頃は本当に。問題解くのがやっぱり楽しい。うん、問題解いてもう丸つけるのが好きなんですかね。へー、そうなんだね。うん、で、何個正解か何個間違えたかを数えるのも好きだし、はあ、多分それは子供の頃からですかねトイック、あ、本番もあるわけですもんね、うん、それで本番もやって、で、本番終わった後にインターネットラジオやってましたもんね。はい、やってましたね、一緒に。うん、あれこうこうこうでみたいな、あの問題はこうで、うわー間違えたーみたいなやってましたねよくそうですね、森手さんと R さんからはだいぶ、淳さんみたいに間違える人がいるからこういう問題が出るんだよってよく言われてました。私が間違えちゃうのそれ R さんです、僕そんな言い方しないですよ絶対基本は模試やっぱりやったの。そうですね、まあ、ただそれって970以降なので、あ、はいはい、そんなにそれを誰にでもおすすめはできないですよね。なるほど、なるほど、確かにそうですね、うんうん、
でもやっぱ990の壁っていうのは大変なもんでした、ね、大変ですよね。あ、まあ大変ですかね。985から990が4ヶ月ぐらい苦労してた時期がありましたもんね。ありますね。でも1回取れたって何回も985出ちゃいますからね。はい、そうですね。きついですね、精神的に。そうです、精神的になんかね、満点取らなきゃいけないみたいなプレッシャーがめんどくさいんですよ。本当に辛いんです。僕らの仕事って大変なんです。注意散漫型なんで、うん、マークミスとかもすごいする人なので、うん、それを超えるはるかな力を持っていかないと取れないので、自分自身は。だ990点が取れる力、それぐらいの力だった時はやっぱもう取るのめちゃくちゃ大変でした。いやもうダメなんだな、自分はもうケアレスミスをめちゃくちゃしてしまう人間だから、それよりははるかに上のレベルで受けなきゃいけないんだっていうのはすごい痛感してましたね。マルチタスクできちゃう人って結構厄介なんです、あのテスト。そう、終わったからラジオのこととかも考えちゃうんですね。そうそうそう、考えやりながらこれ話そうとかいう思いながら解いてますからね、僕は。うん、読み間違いも多いので、単語の別の単語だと思ってたとかいうふうに読むことも、その終わりのラジオやりながら気づくこといっぱいあるんで、ああ読み間違えてる、あの単語とか。でもそれでもやっぱり990取れるっていうのはそれなんですね、その超えた力っていうか、森田さんの場合は。用意 していかなきゃってなってました。もう今年は1回だけ受けて、その985でしたけど、やっぱこの最後の1問ってきついなっていう。そう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 、うん、本当にそうなんですよ。1個落としただけでそうなっちゃうからですね。それで満点講師って言ってる人たちは責められるわけじゃないですか、取れなかったら。責められてんのかな。それがもうかわい、それにやっぱ耐えられないって結構いますからね。僕なんかもう全部上げちゃってますからね。全部動画のネタになったんで動画に上げちゃってますからね。復習方法としてはパート1パート2はディクテーションやってて、パート3、4はシャドーイングかオーバーラッピングやってて、あと暗唱もやったりして、パート5と6は音読で正解を当てはめてずっとその流れを覚えるみたいな感じでやって、7は、まあ、7が一番好きじゃないんですけど、今も好きじゃないんですけど、そうですね、声読はやったり。僕そうそうそう、セルタ終わったんで、その英語教授終わったんで、暗唱の方法とかいろいろ学んできたんで、ちょっとセミナー、なんか意外と需要あるじゃないですか。ジェットブレスはなんか暗唱合宿とかやってるじゃないですか。やってる、ああそうそうそう、すごいなと思って、うん、なんか一個やってみようかなと思って、暗唱のコツってあるので、うんうんうん、ああ出ます多分なんかね、普通の人がやってる暗唱の仕方と全然違うやり方であるので、うんうんうん、知りたいですね、うん、やったら来てくれるのかなと思って、ちょっと企画してみようかなと思ってますね、うんうんうん、ぜひぜひ、ね、来ていただければ。じゃあ今後の活動はどんな感じでやっていくんですか。どうしようかな、まあとりあえずちょっと年内は来日がとても忙しいので、はいはい、オンラインをやってますもんね、うん、はい、まあ、あとは最近ちょっと筋トレにハマってて、 あまり自分の勉強時間が取れないっていうのもあったりして、はいはいはい、だけど、まあ、年明けからはまた、トフルも英検も、うん、受けていくし、まあ、筋トレしながら英語やんないんですか。やんないです。あ、やんないんですね。もうそこはピシッと分けて、もう筋トレ中はスマホもロッカーに預けといて情報から遮断される。なんか走ってる時に勉強するとかやんないですか。ないです。昨日ジム行ったら走ってなんかコンサートを見ながら、そう、自分のなんか映像入れられるやつで機械に、うーん、走りながらこうやってやってる人見て、うーん、イエーイみたいな感じ。そんな人いるんだなと思ってイエーイってやるんだと思って衝撃でしたけど。走りはしない。私のやつは、あ、ジムでですか、はい、走りることもありますよ、けど大体民放をつけてますね、家で見ないので。そうですね、ワイドショーとか見て、1個のことしか多分できないんですよね、走るか勉強とかで多分同時にできない。家の周りをこう走ることもあるんですよ、5キロぐらい、それも、うん、大体方角聞いてますね。へえ、そうなんね、うん、意外な。英語ジムライオンとひよこ、からトレーナーも増えると思うのでよろしくお願いします。いろいろ、なんでしょう、高学歴がいっぱいいるところですね。高学歴、あ、そうですね、もうなんかトレーナーさんのプロフィールというか素晴らしすぎて、う、ね、もう私は裏方に回っていいんじゃないかなと思ってます誰かね連れてき
って顔出しできるとか、あと仮面かぶってだったら出れるみたいなのを連れてくれば、はいはいはい、でも経歴面白い人いっぱいいるので、ね、言いますね、ほんとぜひぜひここに派遣して。わかりました。ここからちんさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.